フジッタの黒病でございますずっとあそこで喋ってると、なんか落語やってるみたいな感じになるんです <laughs>、えー。まああの私が多分今回、一番年長で交流し、発見していただいたと思うんですけれども、大体いい若い方が多いんですってね、これはずっと。で、あの私、決まりまして、えー、文化庁の前の近藤長官にもお話ししたときに、あ 大物が言っていただけるんですねってあ僕を大物と言っていただいた方じゃあ大きいものだってことです <laughs> 大きいものですかって感じで,、えー、で場所を取りますからね私が言くと、えー、笛一人で言ってまいりました、えー、冗談で笛を持った渡り鳥って言ってもやっぱり最近の方には通用しないんですねこれ言って分かる方は相当な方ですよ、えー、このギャグは全然通用しなくて笛を持った えー、渡り鳥で行くんですねとか言って文化庁にメール出しても「あそうです」って一言で終わりです <laughs> 全然受けてくれなくて、えー、能で海外に行くことは多いんですけれども、えー、笛一人で行くってことは絶対ありえないことですで私をまあ選んでいただいたその経緯のとこに、えー、パンフレットに書いてあります、えー、私がだい,たい400年以上この,能の笛を伝えている家に 生まれながら高校から音楽の方に進んで声楽をいたしました。で、音大も声楽で出て卒業して五年間オペラ研究とかまあ日本楽研究室のそういう助手を務めておりました。ただ日本の笛を吹く笛を教えるというだけでなく、ヨーロッパなんかに行ってその西音楽との比較そういうことが話していただけるんはなかろうかってことでまあ選んでいただいたんだと思っております。 まあ外国行きますとね、その声楽をやってたってことが、いつも冗談で、体形はパパロッティみたいなんだけど声が違うんですって、声がパパロッティだったら笛なんか吹いてないですよっそんな話になるんですけれども、私は5歳からこの笛の世界の、いわゆるプロになってます、4つから稽古を始めました、50、そうですね、もうじき60年ですね、60年近く笛を吹いてきたわけですね。 で私が今この皆さんに聞いていただいたこの笛もだいたい450年前の笛です、えー、初代の家元からずっとで私の今11代目までずっと父親おじいさんひいおじいさんずっとでこの笛で私は名古屋ですから、えー、名古屋城その前には京都のこの駅に仕えていました、えー、名古屋に終わり藩ができた時に役者がないということで、えー、名古屋に移りまして。 そそしててののの時の初代の家元からこれを使ってます。ですから尾張徳川様そしてまた参勤交代で江戸に来るとずっとこの江戸城の能においてはこれを先祖が吹いてたわけですだ今日はこの笛の音聞いてあ将,将軍と同じ笛の音を聞いてんだなとねそれと能の笛の家元っていうのは、まあ、これにちょっと余談ですけどもね今世の中に二人しかいないんですよそのうちの一人ですよ も珍しいものを見たと思って今日はお帰りいただけばいいかと思っておりますけれど、えー、私、えー、ロンドン2週間パリ2週間韓国8日間と言ってまいりました、えー、まあ、ロンドンの方は音楽大学のフルート家または向こうのオーケストラの,その、えー、管楽器の人たちに教えるということで始め予定を組んでおります 一番初めに選ばれた時に大変だなと思ったのはですね、えー、自分自身のつてで現地において何かをやっていく活動をしていくということ、えー、まあもろん大使館領事館でお世話になることもあるんでしょうけども今回私はそういうことなく地元の方にお願いしてコーディネートをお願いしましたですから音大ですからまあフルートの学科でそんな何百人もいるわけないですから10人程度または15人 そういういクラスで教えるですから笛を持っていって能、まあ、面を23面持っていって能てこんな風ですよとか言いながら行きましたその一つの芸大がパンフレットの写真に能舞台がありますね能舞台に載ってる写真分かりますか向かって左の右の上の方にありますけれど「ロンドンに行きましてね能楽堂がある」ってのはびっくりしました本当に能楽堂なんですよ ちゃんと舞台があって橋がかりがあって客席があって200人ちょっとは入れますかねそこで能のお話演奏もしましたえ夏に、えー、ひとつき弱って言ったかな日本から能の先生が来て教えるんだって言ってましたね、まあ、そ演劇家がそこはしたいらしいんですけれどもでも中に面白い人いましたね。 プラスチックで穴を開けてこれ能の笛と同じ音が出るようにしましたとかねそして中には学生であの私聞きましたのは2月の終わりから3月いっぱいですから今年の9月から早稲田に行きますとかねそこで演劇の勉強しますとかねあ,あ素晴らしいもんだなあと思ったでその能の笛を作った人がね僕に素直に見せないんですね何か持ってこうやってちらちら見えるようにねこうやって。 いかにも僕にそれなんですか吹きましょうかって言って欲しそうな顔するんだけどまあ忙しいから無視しましたけどもね。でまあロンドンの方は、まあ、教えながら、えー「能の笛ってこういうもんですよ能の世界こういうふうですよ」えー「能の世界っていうのはこの能面っていうのは日本では無表情の代名詞に言われるけれどもここにあらゆる表情があってそれが演者の思いで皆さんの見る思いと。 つながったときに表情が現れるんだとそういう話をしてまいりましたそして脳の笛もフルと横笛とは違ってドルミファソラシドが出ないんです一切出ませんそういう音階を持っていませんちょっと順番に吹いてみますね 音痴なんです、ね、で、この音痴ってことを逆に武器として私は話をしてたつもりなんですけれども最近の現代作曲家の曲にはそういうの多いですよって言われます <laughs> そうかと思います。で、逆に現代作曲家の人の方がフルートの奏法でどんどんいろんなことが出てるんですね指の穴をポンポンポンって叩くような音これの音笛では使いませんからね こう,いう音を使うまたは自分で「うー」と言いながら吹くとかそういう奏法を要求されるだから前の能の笛のそのえ今日今お聞きいただいたように「<laughs> とか息を混ぜる音が能、えー、の笛の特徴ですと言っても意外と彼らたちはそれなりの奏法をしてたわけですね。まあそれで、えー、音大中心オーケストラ中心に4箇所。 えー、ロンドンドで行ってきましたでパリに移ったらなかなかパリで迎えてくれる方が一生懸命準備してくれましてそんなにしなくてもいいのに14日間で8回ぐらい場所を見つけてくれましてね毎日何かやってました。で行ってまずびっくりしましたのはパリ第8大学。 そこは芸大なんですね。あのパリは第1第3みんなそれぞれ特徴のある大学として存在してるらしくて第8大学はその、まあ、芸術系が強い大学ということでそこへ参りましたそしたらこういうステージがあって客席があって100人以上のお客さん学生たちが待ち構えて「さあ笛は7本しか持ってないし」 さあ笛を教えてもうこれは無理だなと思って笛を教えてどうのこうのっていうのはできないからでそこで、まあ、私が普段いつも講演をしているような内容それを膨らませてどうしようかな宗教の話かな何がいいかな日本人の,その自然に対する意不心の気持ち、えー、先ほど吹いた曲は「鈴の壇という曲ですおきな」という曲の「三馬荘で最後に回れる曲」をさっき演奏いたしました。 日本の芸能というのは一番の思いは神への祈りなんですね天下太平五穀豊穣国土安納を祈念する天下太平というのは今に言い換えればもう世界平和だと思っています五穀豊穣というのはもう無論これは豊かにものが実りますようにこれはもう世界中の思いでしょうで国土安納国の中が穏やかでありますように これもすべての人の願いだと思ってます。それが芸能とつながってるんだって話をまずいたします。そして今吹いた笛でも始めちょっとスラっと吹きましたけれども途中ゆっくりになったときに間がありますね。音のないとこ、音のないとこ。この音のないとこが大事なこの音のないとこを聞かせるために強い音が前後にあるんだよ。出てる音は聞けば綺麗な音か。 あ何の音かな音のないところにはあらゆるものがそこに収まっててその時に出会った人が自分が今まで生きてきて見た聞いた触れたものを総動員して瞬間にあれかなこれかなと比べる無音だからできるそういう音が能の世界では非常に大切にしてる だからこの能面も同じなんだとそういう話になるわけですね。で、旗と気がついたのが「そうだ、フランスにいるんだから星の王子様の話をしよう」。星の王子様大抵皆さんもお読みになっていると思います。お会いの方にありますね「大切なものって見えないんだよ」ってあの言葉がね、使える。 「大切な音って聞こえないんですよ」って <laughs> そうは言いませんけどねそんなような話になってまいりましたでも後で質問を追ってパリで行ってましたいきなり言われましたね「お前はその400年以上続く笛で450年の笛を吹いてる」って言うけれどもそれが今お前がやってることは何の意義があるんだなんて そんなこと言われまして、ね、さあなんてごまかせ、ね、しちゃいけない、ね、なんて返事をしようかと思ったりとか、ね、いろんないい思い出がありますもしそうですね一番の思い出と言っていいのかなイデムというリトグラフをする会社があります工房が150年前のリトグラフをする機械が今でも動いてるんですシャガールとかピカソのリトもそこで吸ってるんですそこは趣のあるすごリ 工房なんですけれども映画とかドラマのロケにっていう話があっても一切断ってるオーナーが断ってる世界なんですねそしてその機械の後ろには今までの離島の大理石のこの石板がずっと並んでるんですね本棚のようにずーっと並んでるそこで演奏会の準備がされてるさあどこでやりましょうかといったら そのリトグラフをする鉄のこんなすごい塊の板のこの上でいいですよってで私の発想だとその大切なものの上に直に座るね足を乗せるわけですからいいんだろうかと大切なものだからそんな乗ることはできない違うんですねそこの若い職人たちが「自分たちが大切にしてるからこの上でやってほしい」そう言ってくれました。そして演奏の前に この機械を動かすから、音を聞いてくれって言うんですね。で、それは僕一人なのか、お客さんが入って、みんなで聞くのかって言ったら、一人に聞かせたいって。鉄のこんなすごいのが、この動くわけです。その赤飯ね、大理石の石を圧縮して、ぐっと動くわけですから。それこそ、ぎー、あざ、ぎー、ぐってすごい音がするわけですね。それを聞かせてくれました。その職人は。 前音楽家の人に聞かせたけどもあ,あメトロノームみたいに正しいよ規則正しい音をするんですねという印象だったとでも私は違いましたその重いズンとした音に対して人間が初めて聞く母親の心臓の音規則正しくドンドンと打ってるその音 音に感じたんですねその機械が動く鉄の塊の音が。あ一曲じゃあこの機械とやろうコラボレーションしようと思いました今のはリズムがはっきりした曲を吹きましたけどもリズムのない曲があるんですねじゃあ3秒ぐらい前に動かしてくれ途中から吹くから笛を下ろしたら。 5秒経ったら止めてほしいってコラボレーションしましたそれはすごい素晴らしい思い出になりました今でもその鉄の塊の動く音は覚えておりますただそこでしかできないのでそれだけねどっかで演奏会でやりたいと言ってもねこんなすごいですか私が乗っても大丈夫なんですか,かすごい機会なんですけどもね でもう一つこれはパリのコンセルバートワールという,もう世界中の音楽を目指す学生が行きたい入りたいというコンセルバートワール音大があるんですけどもそのフルート学家から来てほしいというのはそれを初めにリクエストを受けましたオファーを受けましたそしてなおかつその曲目までこの曲に関して藤田の意見を聞きたいって竹光徹さんの「ボイスという曲だったんです。それを僕は 聞いいたことないから慌てて YouTube ですよね今の世の中ですからね一生懸命調べて聞いてそれなんか変わってんですよねそうしたらさっきの「現代奏法」じゃないですけどもフルーティストが自分で声を出すんです演奏のするときにそれも演奏なんです「キバラ」フランス語の分かる方だったら分かるのかもしれないで私分からないけど。 竹,竹口修造さんの詩にインスピレーションを受けて竹光さんが作られた「誰だまずは物を言え透明よ」っていうそういう出だしの詩だそうですそれ「誰だ」っていうのはその木原ですからフルートの奏者が「こういう音を出すわけですねそれは能の世界でないですからね私の能の世界はもう私は専業ですか能の世界は笛の人は生涯笛ですか私 吹きなながららいいやとかかねね高さ屋って歌うわけないですから、ね、ずっと黙まって僕舞台で一番向かって右の角の奥にいるんですよ目立たなく地味に、ね、いるかいないかわからないそんなことゃないですけどそういう世界にいるのにその「キッパッ!」っていうのをそれで楽譜を見せてもらったら能の笛のような音を出すとかそういう指示があその時に学生が何を私に質問したいかノイズ。 私が今吹いているフルートに対して竹光さんの指示の「シャッ」っと音は正しいノイズなんでしょうか間違ってますかそういう質問なの。能の笛の教え方に吹き込む時のカラス音っていうのは指示なんかはないんです。自分の師匠がもっとかすれさせろとかもっと息の音を混ぜろとかそんなこと一切ない。はじめに 一番初めに習う曲に「おひゃーひゅーい」「おひゃーひゅうい」「ふこうやって覚えておくわけです。で今でこそその今の「おひゃーひゅーい」はこういう吹き方をします。だからちょっと頭かすれてますね息の音が入る。だからその量を増やせとか減らせとか何とかっていう絶対指示はない。 だからそのノイズが正しいか正しくないというか質問は逆に私の目から鱗みたいな世界ですあ、そうかフルートの人はノイズをわざわざ作らなきゃいけないからこれが正しいものなのかどうかっていうのは自分で理解できないから日本の,その脳の笛の演奏家に聞きたい、うん、なるほどなと思いましたさあなんて返事をしたかあなたの美意識が高まれば正しいノイズが出ます いいですか、ね、えもっとたくさん美しいものをご覧なさいっもっとたくさん恋をしなさい <laughs>、うん、そしておいしいものも食べておいしいお酒を飲んで、ね、美しいものを見てるうちにそうすればあなたのノイズはもっと素晴らしいものに変わっていくだろうと食べるものがマクドナルドじゃあの比べるものがねそれじゃつまんないでしょもっとおいしいもの食べてここに比べるものがなきゃいけないと。 これがまたあのもう一つ面白い話ついつい横にそれてしまうんですけどもねパリでの通訳の人が日本の近代文学が得意な方で三島由紀を訳したいという方だったこの、まあ、ちょっと年配の女性の方だったんだけども私があまりくだらないギャグを言うと無視するんですね訳さないんですよさっきのパパロッティのね話したらパの字も言ってくれない。 そうしたら今のマクドナルドもそうですよマクドドナルドがその普通のね比べるのはつまんないでしょって言ったら間の字も出なかったとうとう最後に日本文化学館で会った時に今までの通訳のね2週間いた俺を言いたいからって言って他の人に通訳してもらってあなたはパパロッティも言ってくれなかったし <laughs> マクドナルドも訳してくれなかった本当に通訳の人は選ばないでくださいって言葉をって言って話をしたんですけども今訳していただいてますね大丈夫ですね。<laughs> ここでもあとはそうパリで日本人学校行きました160人中、えー、小学校1年生から中学3年生まで160人ですよこれは困りましたよ今まで90分通訳付きで90分日本人学校通訳いないんですそれで90分 さあ小学校1年でやんちゃ坊主も混ざってるしね笛を持たせようといっても中学3年1年生2年生だったら持てるけど中1の子に脳の笛このサイズ渡せませんからねさあ何の話をしてやるかあ日本に小鼓ってあるこうやってもうエア鼓っていうのをね,ねギターのエアギターってあるのと同じようにエア鼓をさせようとはいこっち持ってこっちやって下から「よっほ」ってポンってやんなさいとか言ってあとはそのさっきの星の王子様 ね、日本人アイルと一緒ですよこれは世界中の子供たちに書かれた童話だよでその次にね「子供の心を失った大人たちへも」っていうそういうのも書いてあるんだよ「みんなの今の気持ちはすぐ消えちゃうんだよ大事にしなさいね」とかねみんな23年で帰っちゃうで地元のパリの子供たちのうちに勝手に遊びに行っちゃいけないとかそういう規則が必ず親がついてくるとかちゃんと アポイント取ってちゃんと予約していかなきゃいけないみたいなつまんないですよねせっかくパリにいても子供たち同じとこに行って日本人の世界に行って朝スクールバスでピックアップされて来てまた戻って子供の時に「いやちょっと遊びに行ってくる」って言ったらダメって言われて「とにかく美術館行きなさいね美術館行くんだよ」どんなに頑張ったっていきなりオルせいだろうが ルーブラ来たって全部持ってくるわけじゃないんだから何分の1しか来ないんだからここにいたら全部見れるんだからいるうちに必ず美術館行きなさいよって話をしてましてね私だけ全然後ろを使ってないんで最後に使いますけれど <laughs>、えー、もう一つ行きました韓国の映像をちょっと見ていただきますちょっと流していただけますかまず初めの。えー、韓国で国で学院という 韓国の民族音楽だけを上演する場所でいたしました、えー、彼女は20年ぐらい向こうでクラシック番組をやって教育テレビの初めて理事女理事長女性理事長になった方でラジオでずっと20年喋ってたこの声は韓国の方よく実物見たって方は少ないらしいんでこの日も集まった方は声はあ「あの人か」と思って見る方はあ見なきゃよかったかなとそういうこと言ってなかったんですけども。 ここで今彼女が入って、私が登場しました。これが面白いんですね。拍手を迎いてくれこれ、一言私が言うんですね。何て言ってるか。先生ありがとうございます。これは言ってますよね。もう私の知らないことまでお話しいただいて、ていどうも説明してくれたんですか、ね。た多分今、皆さん思ってると思います。<noise> キム・セヨン先生がハンサムだ、ハンサムだと言いました。

ホールがあって一つは屋外ステージがある民族楽器だけのコンサート会場の三つもあるんです屋外が一つはじめなんで日本の楽器をここでやるんだみたいな雰囲気はちょっとありましたでも私は言いましたこの横笛は中国大陸から朝鮮半島を渡って日本に来てこの能の上になったんだ今この韓国に来て まさしくその道を感じるあなた方の横笛のそれが日本に来てこうなったんだそのもとに今私はいるんだ本当に幸せなことだと言ったら態度を変えてくれました非常に好意的に演奏をさせてくれましたそして最後にもう一度最後の映像をすいませんアリラン

あの私のちょっと余分になりました。あ、私がヘア adel 일을半分ぐらい軽くしてくれます。カヤゴトの方がですね、えー、私の笛の音にあの高さに<お>ちょっと下げてくれアリランを演奏することになりました。<laughs> で最後に、まあ私もその声楽家をやってましたから、アリランをも韓国語で歌いました。もう必死で覚えました。<laughs> どうぞ出てきてください。

私のことが日本に来て今は下にあの音響の響く音がついて音量が多くなっています文先生ここは非常に枯れた非常に小さな音っていうけた変ですけれども大音量にはなりません必死で勉強をいたしました그리고長いですね

幸せです。 そろそろないいのででここまでしまままししすけれどもえ37日間行ってまいりましたえ非常にこれは逆に私にとってさっきはお話した当たり前に使ってたその息を風を切る音えそのものはどういうふうになってるのか当たり前のように今現代作曲家の方でえノイズ今までのヨーロッパの普通の曲にはないものそしてもう一つ向こうで話をしてたのが例えばショパンとかベートーベンの演奏を聴いてる最中に虫の声が っっチリチリチリってててたたらとと思思邪邪魔魔をされですよねショパン聴いたと時にリンリンってなんか虫が鳴いたらだけども私の笛は最中に虫の声がしたとしたらまたは雨の音が聞こえたらそれは全て味方にしてもっと深い世界ができるんだでもそう言いながらも今その魅力秘密に世界の作曲家たちが そういうういい世界があったのかというふうに逆に私たちは日本のいいところあこういうふうに向こうに撮られてるんだなこういうふうに向こうの人は見てるんだなこれは理解できないなぜ理解できないんだろうかこれは理解できるどうして理解できるんだろうかそういうことがお互いになっていけば非常に文化の交流としてまた大きく人々の交流として心優しい心温かい心柔らかな心 そういうものはこの交流士の仕組みこの事業で成り立っていくんではなかろうか私にとっては非常に得るものの多いこの三十七日間でした本当にありがたいことでした文化庁の方にさっきの写真家の方もそうですけどもみんなが多分同じでしょう御礼申し上げます本当にありがとうございました 藤太郎、黒病院さんのご報告でした。ありがとうございます。あ、もう少しお付き合いくださいませ。もう本当にトークが上手で、なんかまるで落語を聞いてるかのような。うっとりするようなトークでしたけれども、あ、あ、それもご自身で、いやいやご自身でお片付けになるんですね。はい。ありがとうございます。これは交流誌で得た、あの。あ知恵でございます。そうなんですね。全部自分でやらなきゃいけない。<laughs> はあ やはりあのご自身でそのようにこう支度をしたりですとか周りのこととかもされたりとかされたんですか大変でしたよその最中全部自炊でしたもんあ、これは文化交流あるあるなんですかあ、そうなんですねあのこれはねホテルの値段え、ホテルの値段がどこどこチックはいくらまで国によって、えー、それでねあこの値段だったらこれは自分でキッチン付きの部屋しか無理だなとかね なるほどそれで勉強になりました勉強になりましたそのようなこう交渉っていうのは最初に文化庁の方々となさるんですかこっちでしましたあ、ご自身であ、なるほどやったことないですよですよねなかなかないですよそれもやはりインターネットで調べてそうですよ大変でしたよあとの僕インターネットはメールしかしたことないのにえ。メールにね添付っていうのができるようになりましたなぜかって言いましたら 3月に行ったでしょ、えーえー、年度末、えー、請求書、<あ>それを早く出せ、出せ、出せ、出せって言っちゃいけないね、事務方の方が。だって僕、1日だけ日本に帰ったのに、えー、羽田の出口、えー、待ってます、搭乗券の判件をくださいって、えー、あもうそれが経費的な、だから一生懸命写真で使ったのの領収書を取って送ることも覚りましたね。なるほどじゃそれ行く時期も結構 タイミング的に、ね。帰ってしばらくだったら全部それでね <laughs> 半分ぐらいはこれ認めませんって返されましたああ。ああ。あ,あ, <laughs> あれそういうことがあるんでなんかこういう経験のお話はねなかなか皆さんあるある文化工業史あるあるとしてね貴重なお話 <laughs> ですけれどもねあの今日ねお配りしてるこのパンフレットパンフレット。 パンフレットにです、ね、いろいろお話も書かれているんですけれどもあの記念公演の方で演奏する機会を得たここでの衝撃的な体験はあのすごく印象的だったというふうに書かれているんですけれどもそのお話もちょっとこちらのこのこのお話を <laughs> ちょっとお話いただきたいなと思って,って皆さんもう覚えてらっしゃるかな講州、はい、事件というのがありました。はい、近代中さんの時の時 えー、軍事政権から民主化に変わる時でした広州という町の中でいわゆるもう市民の虐殺みたいなことがあって表に絶対出なかったそこに大きな記念公園がありましてね慰霊塔があるんですでそこに昇降台もありますでその前に今のように敷物をしましてね演奏しました座るまでの映像は残ってるんです そして演奏した後の映像も残ってるんですけど演奏してる最中の映像が全部光が舞うような映像になって音も風笛の音が消えるぐらいの風だけど演奏してるときに一切風の音感じてないんですよだけどもそうなってしまうですから能の世界っていうのはよく鎮魂とかそういう世界だって言うんですけれども初めて私は現実の鎮魂としてあ能の笛ってのは 何かあるんだなってことを、その広州の記念公園で借りました。これは本当に大きな自分の中での経験でした。そのような空間で演奏をなさるというのが、うん、まさにね、あのなかなかできない文化交流の。なんか力だなというふうに思いますね。なんかさまざまなジャンルのお話伺って、<laughs> ありがとうございました。したこの後のトークショーもどうぞよろしくお願いします。ます藤太郎プロピューレちんでした。ありがとうございました。ね。 もうすごくお話が上手でそして演奏をねなさるときにパッと空気を変えるのがとても素敵でしたよねどうもありがとうございました